おはようございますってことで、朝から油入れてるんですけど、なんと今日の出発は雨です。ほんとしょんないよ。先週もね、先々週もね、ちょっと出かけようかなと思ったんだけど、もうずっと雨でさ、もう今日が3週目の正直ですよ。でね、もう朝方ね、雨が止むって予報だったんだけど、ちょっと朝4時に起きたらね、まだ雨降ってるんですよ。だけどね、もうね、今日雨降ってて、雨が止むのね、待っててもね、しょんないから、出てきました。カッパ着てね。頑張ってますよ、バイクライフ。皆さんはね、梅雨時のハーレーライフ、どうお過ごしでしょうか。小雨の降る中、出発するんですけど、今ね、時間がね、4時半頃なんですよ。今日ね、ちょっとね、長野の方に行こうかなと思ってね、早起きしたんですよね。でね、お隣県の長野、まあそんな早く出る必要ねえだろうと思うんですけど、ちょっと朝からやりたいことあるんで、今日ね、朝から気張って走っちゃいますよ。ってことで、ちょっと雨降ってるんで、一回ね、GoPro 閉まっちゃうんで、で、ちょっと押し気味なんでね、ちょっと移動しますね。家出て2時間、雨に打たれてね、長野まで来ましたよ。ほんとね、ここどこ？原のサービスエリアじゃない、何？パーキングエリア？ここなんですけど、ちょうどね、諏訪に入ったら一気に晴れやがって、このどう、この天気、今までの雨が嘘のようです。おかげで俺のロードグライド ST も汚れました。まあバイクだで、しょんないね。あー、マジやられたよ、本当に。もうね、今ちょっとね、バカサミオンでね、カッパちょっと上だけ着とくんだけど、天気予報はね、本当に朝の4時、5時頃 ?5 時頃にはね、もう晴れるって聞いてたんで、安心して出てきたら、これですよ。2時間雨に打たれて、走ってきました。あー、だけどね、太陽が出てきたんで、嬉しいね、ありがたい。で、本当はもうすぐそこ、諏訪インターなんですよ、長野のね。で、それこそね、早く来た理由は、ちょっとね、長野の諏訪でね、ちょっと朝飯を食いたいなーって感じでね、早く出たんですよ。よし、カッパも脱いで、まあ上だけちょっと寒いんでね、来ますけど、出発しましょうか。やっと晴れたぜ、嬉しい。いや、いいね、やっぱ晴れるって。もう今日はカッパ着ないぞ。やっぱね、今梅雨時期なんで、天気がね、めっちゃ不安定なんですよ。で、まあまあ今晴れてるんだけど、なんかね、夕方もね、結構怪しいんですよ。だけどね、俺はもう今日はね、カッパは着ない。もう帰りはね、どうなってもいいですよ。もう神風ツーリングだね、今日はね。だけど家にはちゃんと帰りますよ。はい、諏訪に着きました。で、4時半に家を出た目的なんですけどね、諏訪でね、飯を食べるって言ったんですけどね。で、長野って結構ね、牛乳パンが有名で、諏訪にある太陽パン屋さんっていうお店があって、そこのね、牛乳パンがね、めちゃくちゃうまいんですよ。そうそう、で、その太陽パン屋さんが6時半から営業してるんですよね。で、今7時なんで、まあ今行けばね、多分牛乳パンはあると思うんだけど、何回かね、そこのね、パン食べてるんだけど、ばっかうまいんですよ。ほんとね、自分はね、ひばり屋とか行ってもさ、スーパーね、よくあるじゃないですか、メーカーでさ、お、NV タクシー、かっこいいね。NV200 オーナーとしてはね、NV タクシー、結構好みだね。で、皆さんご存知の通り、俺ってね、無類のパン好きじゃないですか。そうそう、だもんでね、牛乳パンには目がないんすよ。だから、こんな4時半に家を出て、
そこまでしてでも食べたい牛乳パン、なかなか強えら。諏訪の方には俺実は縁があって、このロードグライド ST ね、長野の諏訪で買ったんですよ。でハーレーって発祥の地がアメリカじゃないですか。アメリカのウィスコン州ミルウォーキー、俺のロードグライド日本の信州長野みたいなね、ちょっと韻を踏んだようにうまいこと言ったみたいだけどね、州しか合ってませんけど、牛乳パンを太陽パン屋さんで買うんだけど、もうほんと最高の朝飯をね手に入れたら最高の場所で、ちょっとねパンを食べようと思ってね考えてますよ。皆さん立石公園って知ってます？立石公園っていうのがここのねヴィーナスライン行く途中にあるんですよ。そこが諏訪湖を一望できてね、めちゃくちゃ綺麗で、あのアニメなんだっけ、あのデー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 ってやつ、君の名だ、君の名、君の名はのなんか聖地らしくて結構人気なんですよ。だもんでね、そこで朝飯をねちょっとね食べようかと考えてます。もう諏訪マスターはねほんとナビなんて使わないからね、まあ 1,2 回しか来たことないけど、末広信号の付け根らへん、ここです。オープン。よし、パンを調達しました。最高だね、太陽パン屋さん、心よくね動画も撮らしてくれたし最高です。今ねやっぱ7時だけど、やっぱ有名店でだけあってね、お客さんもすごい来るし、めっちゃパンうまそうでしょ。種類がね結構あってね、すごいいろいろ食べたいけど、ちょっとねとりあえず牛乳パン2個と、あとサルササンドってやつをねちょっと気になったんで、ちょっとね買ってみました。でもね最高の朝飯は準備できましたんで、ちょっとね山登って立石公園の方にね向かいたいと思います。ここの20号線、この白樺湖霧ヶ峰っていう方、ここ登ればヴィーナスラインに行けます。でここ登ってけば立石公園があるんで、ちょっとね、あ、やべえ、ちょっとね肝心なコーヒーを買うの忘れてました。自販機ちょっとねコーヒー買おう、ちょっとコーヒー買います。ちょっとお貸して、ちょっとバイクお貸してください。あったかいのがないんで冷たいバリスタを買いました。お、かっこいいロードウェイです。俺のバイクでした。まあそんな茶番は置いといて行きますか。立石公園めっちゃいいね。ちょっと一回写真だけ撮ろうかな。ちょっと人がいないんで撮らせてもらおうかな。よし、人がいないんでちょっと撮らせてもらいます。一応ねなんか呼ばれちゃうとあれなんで、ちょっとアリバイだけでもねちゃんとバイクを押してますっていうね絵だけちょっと入れてきます。よし、なんだかんだ小1時間ちょっとね立石公園で朝飯がてらちょっと休憩しました。最高じゃないですかこのプラン。ちょっとね朝早く出過ぎたっていうのもあるんだけど、まあそれでもね近い人はいいんですけど、俺みたいに静岡から来るとねだいたい2時間ぐらいかかるもんですから、逆算するとねちょっと早朝になっちゃうんですけど、めっちゃ来る価値ありますよ朝。
朝もねそんなやっぱ人いないもんでせいせいできるしさ、めっちゃ最高、景色も。でやっぱ長野もね空気が美味しいんでね、最高です。で今ね下ってるんだけど、で今の道をねそのまま左行って上行けばビーナスライン行けるんだけど、ちょっとね午前中はここね一回下って諏訪湖の周辺の方をねちょっとねうろうろしようかなと思います。で昼はねちょっとねここの諏訪湖の真逆の方行ってちょっととんかつ食おうかなと思ってるんですよ。でもねそれ食ったらねまたこっちの方戻ってきてビーナスラインをねちょっとね走りたいなと思ってね、今日はそういうね段取りで行きたいと思います。それにしてもね太陽パン屋さんのねパンはねいつ食っても最高っすよ、マジで。本当にねこの立石公園もそうなんだけど、本当諏訪湖の近くにあるもんで、ぜひねこっち来た方はね朝6時半からやってるんで行ってみてください。絶対後悔はしません。俺が保証します。俺が保証します。諏訪湖まで来ました。ここら辺もそんな詳しくはないんですけど、どうなんですかね、とりあえずね諏訪湖湖畔をね走ってればなんとかなるだかしん。で皆さんねこの諏訪湖って一周何キロか知ってます？なんかね一周ね約16キロらしいんですよ。なんか行けそうな気がしません？まあ俺みたいなねスポーツマンはね1周16キロ全然余裕だね。今日はね目的が違うんでね決して走ったりしませんけどね。諏訪湖の周りを走ってなんか面白いとこがありそうだったら寄ってみようかな。いやー気持ちいいね、朝8時半。それでもまだ8時半だよ。あんだけやっぱね4時半に家出てくりゃそうなるよね。まあだけど早い分には全然問題ないんで、決戦なんとかここ入ろう。決戦センターなんかあれ見たぞ。駐車場ではありません。社長が見つけです。まだやってないのかな。なんかあれじゃない、ここ裏で温泉がこう吹き出るみたいな。ちょっと行ってみよう。あ、これね、これ今絶不調ですか？今これからちょっと出すのね。あー高くは上がらないので、あー、もう常時、まあ、3、40センチ出てるところですね。もう現役の時ってもうかなり、そうですね、めっちゃ上がりました。上がったね。本当に最初の頃は50メートルマジですか？お、すげえ。これもう自然な現象だもんで、ね、しょうがないってこと？2年前までは、はい、15、6メートルだね。あ、それでもすごいですね。これは上がってましたの、3階ぐらいの。ああ。上がったけど、2年前から急に上がらなくなっちゃって。謎ですね。せっかく。ああ、ね、まあ、だけど初めて来るやこれでも感動ですよね。そうですよね。温泉だもんね。そうそうそう、すごいですね。そうなんですね。いやーこれは何時間でも見てられるよ。キャンプでいう焚き火を見てる感じだね。知らんけど。よし、ここのね決戦センターめっちゃエンジョイしちゃいました。後ろの方もそうだけど、なんか2階がねロケ地、ここら辺のねのなんかいろいろ紹介があったんだけど、すごいねやっぱ長野めちゃくちゃねいろんなドラマのロケ地になってて、すげえなと思いましたよ。ちょっとなかなかねエンジョイしちゃいましたんで、次はねまた違うとこ行こうかなと思います。なんかね最初ね別にそうでもなかったけど、なかなかいいっすねここね。なんだかんだで時間潰せました。最高っす。その前には竹屋味噌もあるし、いいね諏訪。なんだかんだでめちゃくちゃ遊べますよ。でとりあえずねこの道をちょっとね登ってって、次は諏訪大社の方にちょっとね行こうかなって思ってます。でちょっとねあんまり歴史とかそういうの詳しくないんですけど、ミーハーな俺じゃないですか。だもんでねちょっとね諏訪大社の方に行ってみようかな。まあ一つ言えるのは、なんかね日本最古の
まあ諸説あると思うんですけど、日本最古の神社らしいんで、なんかね結構パワースポットらしいんですよ。もうこれ行くしかないっしょってことで、諏訪大社秋宮、ここをちょっと右に行ってみようかな。駐車場とかあんのかな、駐輪場もね。とりあえずここ右回ってみるんですけど、どんなもんかしん。ちょっとお初ですね、通ったことはあるんですけどね。駐車場ない？ちょっとないのかな、バイクの特権とか。あ、あるね。諏訪大社終了でございます。パワーもらいましたよ。さすがパワースポットだね。なんかね動画聞いたら、なんか機材とか持ち込んでガチなやつはダメだけど、なんか巫女さんとか映さなければ全然動画 OK って言ってくれたんで、ちゃんとね調べて動画あげますんで安心してください。ってことで諏訪大社下社終了です。いやー気持ちいいね。長野ちょっと暑いけどね、やっぱ風がまだねちょっと涼しい感じがあるんで、めちゃくちゃ気持ちいい。で今ねなんだかんだもう10時、もう10時だよ。意外とねやっぱうろうろしてるとね時間が経つの早いですね。岡谷の方に来たんですけど、ずっとねこの巣箱の周り走ってるんですけど、ちょっと微妙だね。いや微妙じゃないですけど、多分俺がね何も知らないだけだと思うんですけど、さっきのあれか、おばあさんか、さっきもねこういう黄色い帽子タオルか頭巻いた人たちが集中していたもんで、なんか幼稚園児だと思ったんですよ。違ったね、おばあとおじいでした。いやでもいいね、ありがたいですね。やっぱこういう人たちがいないと自然もねうまく守れないし。ここら辺な気がする。あったー、ここのテナントなんですよ。ほら山ボタン、ここ入ろう。